さあ、和訳の授業がやってまいりました。本日2014番目でございます。さあ、皆さん、スマホでご覧になっていただいている方ですね。皆さん、画面の右下にこういうボタンがあるかと思いますので、皆さん、押していただけますでしょうか。そして、皆さん、頑張って和訳をしていただきたい例文掲載しておりますので、皆さん、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では、皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、Many people working for companies…… ということです。で、じゃあ今日の皆さんタイトルのところにも書いたんですが、皆さん、many people で、たくさんの人々という、もちろん名詞でいいかと思います。で、皆さん、その右側に ing がやってきたら、どうしますかというお話でございます。これは皆さん、まだ今日ちょっとそんなに、長い文章ではないかと、ないので、なんとかできるんじゃないかって感じがするんですが、皆さん、これがちょっと難しくなってくると、長くなってくると、途端に、どこから訳したらいいのかっていう話になりかねないので、基本を押さえておきたいと思います。で、皆さん、名詞の後ろ皆さん、ing。そしてですね、皆さん、後半にちょっと皆さん目を移していただきますと、皆さん、文末、featured by the magazine ということです。で、皆さん、featured の後ろに一応前置詞も by 見つけた瞬間にですね、受動体、もしくは過去分詞、というふうに判断していただいて OK でございます。こんな感じですね。で、さあ、過去分詞の左側に NPO という名詞がおりますので、ですから皆さん、名詞の右側に ING、もしくは名詞の右側に過去分詞があった場合に、皆さん、ちゃんと皆さん、左側の名詞にですね、かけて訳出することができるかどうか、その知識があるかどうかを問うている問題なんですね。ですから、皆さん、ちょっと先に結論だけお話をしておきますと、皆さん、こういう感じですよね。で、皆さん、これが、こういう感じに、そして、こういう感じにかけて訳出できるかどうかということでございます。で、実はこれでもう少し簡単なバージョン、実は以前に動画でお話をさせていただいてるんですが、皆さんイメージとして皆さん、書きました。皆さん、ケンタッキーフライドチキンですね。で、皆さん、フライド。もちろん、揚げられた。という過去分詞。で、皆さん、右側にチキンという名詞がございます。ですから、皆さん、過去分詞があって、皆さん、名詞があると。これ皆さん、多分、無意識のうちに、揚げられた鳥。こんな感じですよね。ケンタッキーの揚げられた鳥ということで、皆さん絶対皆さん名詞にかけるはずです。ですから、これは皆さん、ing とか過去分詞が、皆さん前からじゃなくて、後ろから、こういう感じでかかってくるというパターンも品質でございますので、それを皆さん確認しておかなければというところでございます。ですから、名詞の後ろに ing、もしくは名詞の後ろに過去分詞があれば、うんたらかんたらを先に訳して、あとは皆さん、名詞ですよね。かけていただけるとバッチリでございます。ですね。ですから、ちょっとオレンジのところだけ先に行くと、working for companies ということで、皆さん、前置プラス名詞はいつも通り全体で M でいいかと思います。こうですね。で、ですから、企業で、企業のために働いているたくさんの人々ですかね。そして皆さん、文末もそうです。by the magazine ということで、皆さん、前置詞プラス名詞で全体で M でございますので、この皆さん、右側から左側、つまり雑誌によって特集された NPO ですね。こういう感じで皆さん、名詞にかけて訳出できるかどうかというのが一つ大きなポイントということでございます。で、これを、パッとやってしまうとですね、あとは、皆さん、もう構造が、非常にわかりやすくなってくるかと。もちろん、急ぎました。動詞ですよね。で、なんで急いだんですかというと、apply for NPO ということで、皆さん、apply for ですね。皆さん、熟語でありましたね。うんたらかんたらに応募するということで、よろしかったかと思います。ですから、NPO に応募するために急ぎました。ということです。じゃあ、皆さん、この緑の動詞の主語はどれですかと言われたら、まだ触っていないこの辺りが主語ということでよろしいかと思います。構造は皆さんこんな感じですよね。ですから、あと皆さん訳す順番どうしましょうということですが、もちろん主語は一番しょっぱな。ただし今回は右側にいろいろ説明がついておりますので、後ろから前へという感じになってくるかと思います。ですから、企業のために
働いている。そして皆さんそれを、many people にかけるので、たくさんの人々はって感じですね。で皆さんその後動詞はグッとこらえていただいて、なるべく皆さん右側へ目をやっていただきますと、バイズマガジン雑誌ですよね。おっと間違えてしまいましたね、あそこ3番ですから皆さんこれが4番目かと思います。こんな感じですね。で雑誌によってフィーチャード、特集された、で皆さん NPO ですね、こういう感じかと思います。でその NPO にアプライフォー、応募するために急ぎましたということで、最後皆さん動詞につなげていただけるとよろしいかと思います。こんな感じですね。ですから会社のために企業のために働いている多くの人々は雑誌によって特集された NPO に応募するために急ぎましたということでいいかと思います。これで皆さん精読完了でございますので、この後速読いきます。では皆さん速読いってみたいと思います。皆さんスラッシュ入れながらやってみますね。皆さん出だし many people 多くの人々ですね。で働いている多くの人、であとは皆さん、for companies、皆さん、前置詞が出てきましたので、皆さん、その左側にスラッシュを入れると読みやすくなるかと思います。ですから、多くの人々、働いてる人々、で、企業のために働いてる人々は、ラッシュと急ぎました。で、to apply for ですね。もちろん、for は前置詞でございますので、左側にスラッシュを入れたいと思います。で、apply for NPO に応募するために急ぎました。で、じゃあその NPO って何ですか？というフィーチャード特集されております。で、皆さん、バイは前置詞ですので、皆さん、相変わらず、左側にスラッシュ入れていただけると、読みやすくなるんじゃないかという感じでございます。で、皆さん、こんな感じでいきますね。たくさんの人々、どんなーっていうと、働いてる人々。どこでーっていうと、会社のために、働いてる人々は、急ぎました。それは応募するために急ぎました。NPO に応募するためです。じゃあその NPO っていうのは特集されております。あとは何によってっていうと雑誌によって特集されているという感じで、皆さん左側から右側へスラッシュ入れながら読んでいただけるとスラスラいけるんじゃないかという感じでございますので、この辺りの練習もしっかりやってみたいと思います。で皆さんノートをお取りするのであれば、この辺りでいいかと思います。で、もちろんノートを取っていただいた後はですね、覚えていただくためにこれですね、赤シートで隠してスラスラ言えるというところを皆さんしっかりやっていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では皆さん次回2015番も続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。